ここは手掘りの廃トンネルで、トンネルの中から白い手が出てくると。で、近づくと誰かに見られてるような視線を感じるっていった噂があります。人が逆さにいるような。あー、めちゃめちゃもうゾクゾクですね。誰？あ、ちょっとやばいな。MTV です。ここは山形県にあります旧油戸トンネルと言います。ここは手掘りの廃トンネルで、トンネルの中から白い手が出てくると。で、近づくと誰かに見られてるような視線を感じるっていった噂があります。ちらっと香りがいけるかどうか一緒に手前まで行ったんですけど、もうそこで完全にやばい感じだったでしょ。もう行けないなと思って急いで戻ってきて、でこの辺ぐらいまで来たけど、もうなんかすごい見られてる感覚が強くてって思ってたら、こっちの海側の方からおーっていつでもな、うん、聞こえてびっくりしてって感じ。怖い怖いって一人でも踊ってたから、うん、ちょっとプチパニックだった、うん、どんな霊がいるとかわかる？いや、それはもう全然感じる間もなかった。あ、もう一気に来るみたいな感じ、うん、早そうな感じだったもんね、今回は。うん、怖かった。怖いって思うことなかったのに怖いって思った。制御できるようになってきた証拠かもしれない。うん、今まではこれでぶっこんで憑依だったから。うん、じゃあとりあえず車で待機。はい、はいはい、間もなくですね。めちゃめちゃ怖いですね。あれが旧油戸トンネルですね。今トンネルの20メートル前くらいまで来てるんですが、ここまで来た時にもう香りが怖くて、おっぱっとこっちに怖い怖いって言って下がっていったので、でおそらくこの上の柵、ちょうどさっき車があった位置ですね、そこら辺までこの上から覗いてたんじゃないかなと思います。今トンネルの20メートル前くらいまで来てるんですが、ここまで来た時にもう香りが怖くて、おっぱっとこっちに怖い怖いって言って下がってったので、怖くて、おっぱっとこっちに怖い怖いって言って下がってったので、でおそらくこの上の柵、ちょうどさっき車があった位置ですね、そこら辺までこの上から覗いてたんじゃないかなと思います。で、香りが言うにはこっちに来るようなさっきっていうか、そういうのがあったみたいなので、本当に気をつけてと言っておりました。すごい水が流れてる。なんかいるな。あー、なんだ、ハクビシン。ちょっと安心しました。下がもうこんな感じで定点カメラは置けないので、もう手取りで進んでいきます。すぐ隣が新トンネルになってます。で、さらに向こう側がすぐ海になってる感じですね。もうこっから近寄れないっていうか、めちゃくちゃ怖いですね。今勝手に動いたようにも思ったんですが、行こう。
回車まで戻ってきました。まあ一旦ちょっと体勢を整えてきました。じゃあもう一回このまま行ってみたいと思います。こんな感じで水で埋もれてるので、また霊も集まりやすいんじゃないかなと思います。失礼します。寒い、全身が今鳥肌立ってる状態です。体感的な寒いっていうんじゃなくて、本当に背筋がなんていうんですか、ゾクッとする感じですね。ドキドキする、すごい。すごい。本当に手掘りですね。事故で亡くなった方も多かったんじゃないでしょうか。上に棒が刺さってますね。どうなってんだろう。すごい、もう左肩甲骨がめちゃめちゃ痛くて、普通の寒さっていうのがないですね。むしろあったかい。背筋が本当にすっと凍るように寒いですね。芯が寒いっていうのが、体の。なんかいろいろ聞こえるけど、人柱とかあったんでしょうか。左の背中が痛い。左の背中っていうか、左の肩から肩甲骨にかけて、さらにその下まで痛いですね。この岩、落ちてきたのか、崩れた後でしょうか。ああ、コウモリだ。少し安心しますね。友達がいるような感覚です。ちょっとここで特殊なカメラ使ってみます。後ろが怖いですよね。逆さにいるような、しかもどんどん近づいてる。もしかして少し離れてみました。人が逆さになった状態の、反応がありましたね。やばい、後ろがとにかく怖いですね。岩の
うわ、なんだろうな。岩のシミがそういう風に見える可能性はあるんですが、ここの真ん中とかですね、反応があると。さっきは人が逆さに映ったように見えました。めっちゃ怖い。もう全部崩れた跡なんでしょうか。岩から手が出てると、白い手が出てるということなので、やはり人柱なんですかね。ここら辺はめちゃめちゃ危険ですね。もう崩れまくってますね。入ってればいいんですけど、自分だけに聞こえてるのか。どうなんだ。これ行けるのか。あ、一番向こう埋まってんだ。その一番向こうからううっていうような声が聞こえるような気がします。あー、めちゃめちゃもう続々ですね。すげー続々してて、頭も痛くなってきましたね。やばいですね、この奥とか。もう話し声がめちゃめちゃ聞こえる気がします。やばいな。オンオブキャベルシャノーマカボダラマニハンドマジンバラハラバリテ。オンオブキャベルシャノーマカボダラマニハンドマジンバラハラバリテ。オンオブキャベルシャノーマカボダラマニハンドマジンバラハラバリテ。この光がギリギリ届いてるところまで行ったんですけども、そこの時点でもう立ちくらみというか、もう血の気が引くような感じがあったんですよね。誰？水の音か。今度はサーモグラフィーで撮影してます。うわー、真ん中あたり、もうちょっと進んでみますか。もう浸水してて足場が悪いですね。思うように機材も立てれない状態です。後ろ怖っ。後ろどなたかいらっしゃいますか。あー、もうめちゃめちゃやばいですね。もう今までのトンネルで一番やばいかもしれないですね。背中がもう痛くて頭痛が始まったと思ったら、呆然とするっていうか、もう血の気がだんだん引いてくる感じでしたね。この奥もう一回行ってみますね。もうそこが多分ピークだと思います。いや、マジでやばいだろうな、あそこ。そのちょっとやばかった場所まで行って、特殊なカメラで検証してみます。物理的に危険なガスもあるかもしれないので、磁場取りながら向かっていきます。ここら辺ですね。怖
この辺がなんかすごいやばいですね。まあ磁場検知器には反応はなかったんですが、ここで検証してみたいと思います。少し暗めにしましたので、もしどなたかいらっしゃればオーブでも構いませんので、目の前に出てきていただけますか。今目の前どなたか歩きましたか。結構辛くなってきたので、最後に写真撮って帰ろうと思います。ああ、怖かった。はい、戻ってきました。とにかくきつい気がしますね、ここは。まあ、香りがいったらやばいっていうのもなんかわかるような気がするっていうか、自分でも左の肩から肩甲骨その下くらいまでめちゃめちゃ痛くなって、頭痛が半端なくて、奥の、まあ、行けるところまで行ったら酸欠っていうか、なんて言うんだろうな、青ざめる感じですか。もう呆然とする、考える力がなくなって、なんかふっと持っていかれそうな感じだったので、すぐ戻って護身音唱えました。そしたらまあ少しは軽くなったんでよかったんですけど、とりあえず本当にやばいんじゃないかなと思います。まあ香りもね、今待ってるんでもう戻ろうと思います。本当に怖かった。お疲れ様でした。